日が変わって打つのやめようかな。あえてどう？やん。見て見て。なになに。え、なの、怖い怖い。怖いよ。え、なになに。怖いよ。じゃあ俺ここにいよ。なになに。やだやだ、ボタンが入らない。え、え、あ、いたいたいた。おぉ、一致したいか。ちょっと待って、ちょっと待った。金庫で死んでるんじゃないか。金庫3件だぞ。いや、じゃあちなみになんで金庫で死んでると思うか。アドミン、あ、見ました。あ、どうなってた。ごめんなさい、金庫3しか分かんなかったし、もうそれがインパクト強すぎて、それで俺もうすぐ離れたんで。死体はバイタルです。あ、バイタル。そうなの。バイタルなの。なんかあのかバイタルエレキカのドアが閉まってて、骨が貫通して見えてて、ドア開けてレポートした。え、すいません、横入ってすいません、死んでます。え、これ、おお、出た。でかい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 。でかいぞ。高っぷて神隠しろです。金庫さんそこです。あ、じゃあ一人に2キロあるか。40秒あったよね、多分。ああ、ちなみに俺は何も言わんかった。スナッパイさんが怪しいと思ってたよ。俺、アーカイブ貨物館ぐらいでスナッパイさんが下から、あの貨物側から来てたから、停電が起きた後ぐらいに。だったとて、なんだとて、僕がスナッパイさんキルはできないじゃないですか、レポートしてるから。うん、おお、なる、ね、で、ネロちゃんの方で詰めれると思うんだけど、そう、ね、で、金庫3人と、あ、無理で、アドミ当ててるから、マージョン無理じゃない、アドミ当ててるから。うんうん。モラフ君と初動一緒にエレキで、俺は上げ上げだけやって抜けたんですけど、モラフ君はその後は。僕、その後、石油行って、カメラ見てて、貨物に到達さんが、行って、あ、金、あの、宝石タスクの、を行ってて、うん、で、アーカイブでゲインさんが、はい、右の方に、ラウンジの方に行く動きを見ました。はい、合ってます。で、ちなみに、映ってないかもしれませんが、スナパイさんとラウンジかアーカイブあたりですれ違った記憶があります。うん、スナパイさんは右から左に行ってる。うん、うん、そう。スナパイさんはアーカイブ昇降機、右シャワー、メイン、この辺です。だから、タカオラプって、アドミンのおまおじさんで、レポートして僕も一旦弾いてもらって。オラフ君できないの？タカガミプテカ。ごめん、タカガミプテカ。で、オラフ君カメラ回してるから、切れるとしたら席になるんで、うん。大丈夫だと思います。スナッパイ三角席まで行けるとはちょっと考えにくいので。タカプテガミが金庫か。タカプテガミ、いけんのかな、無理だろ。おま。まっすぐ、何もせんかったらいけるけど。そう、ギリですね。ほんとギリ。桃畑。うん。スナッパイ三キルは桃畑かな。さんの方が、ラウンジアーカイブ方向近いってことですよね、多分。あんな、そんなこと、まあ、私結構でも時間はありました。ラウンジャー、貨物行って、貨物で給油やって、その後金庫の裏チェックぐらいまで行きましたね。え、ゲンさん今そこにおるってこと？はい。え、俺とすれ違わん？あー、覚えげ行ってる間に行ってたらギリすれ違わんのか。見ちゃったスキップ、見ちゃったスキップ、見ちゃったスキップ、了解です。さあ、またそこが抜けてから死ぬ。でこ、ゲンさんは、コミュになったときに、しばらくエレキに滞在してメインに登っていきましたね。
アルタカプテモモがこのターン切れできない。うん。あと3釣りでいいんじゃないのこれ。うん。になりそうだけど。と、武士店は原産が死ぬなら一生手切るが到達さんか、オラフ君。ネロちゃんの方。いや、ね、スナパイさんの方で無理なのが、で、弾いてって僕とかオラフ君も弾いてるから、原産がオラフ君にしろって言ったから、スナパイさんの方。スナパイさんの方できるのが桃畑しかなくて、到達さんこのターンキルできないから。うん、うん、うん。で、多分、スナパイさんの方できる、え、スナパイさんの方できるのって、ワンチャンおまじさんもない？まあ、これはね、あるえっ、ー、とね、ちょ、僕も思ってたんだけど、まあ、イビルで金庫とか見てて、そうなんだよね。あるかなとは。うん。奥ビート確認しに行ってないんで。まあ、でも、どっちのキルも多分関われるのが僕とトータスさんにはなってる。そうだから。うん、両方とも3キル目は無理だね、トータス。3キル目多分、原産が死んだことも無理だよね。うん。まあ、スナパイさんはほぼ無理って言ってもらえるかなと思ったんけど、原産より右側におるはずやから。じゃあどう出すなんかな。まあ、オラフ君が、多分俺がね、宝石覚えに行って出た時ぐらいまでギリカメラがついてたと思うから。ああ、そうそう、ついてました。ああ最後の方っすね。まあ、その後、ベンタ入ってシャワー入って切るは、厳しいと思ってもらいたいかな。このターン、コミュ直した人って誰ですか？あ、僕が直しました。じゃあ、オラフ君に白も出せます。めちゃくちゃシンプルに考えたら、僕はトモタスさんとオラフ君のにインポスター。うん。マットは分からんって感じ。モモラないね、今ので。オラフ君がガミさんから白出てて。モモラない。マットの陣外になっちゃうね、ハトサゴ君の店やったら。僕があるとしたらマットだけですね。うん。いや、あるも思わなきゃいけないの、俺は。僕、スナパイさんは絶対無理だよ。いや、そう、ネロちゃんの方を早めに切っててとかで、後からレポートはあるかなという感じになって。モモアルもこのターンので否定される。うんないね。あれだそれ。バルーン。高ももプテアルで白取ってるこのターン。うん。いや、ももうま。ももまん。はい。うん。あ、うん、シェリフ使用しますね。でもタスク進行俺無理だと思っていて。うん、僕は終わりますよ。100終わんない俺。するとしたら？いや、発砲しようと思ってて。ああ、いいっすね。7人だから。ネロちゃん畑底でとりあえず落ちたとしてよくて、畑底が2キルしていたとて、なんとなく俺トータスっぽくないと思ってて、ゲンさんとのやり取りからで、ゲンさん死ぬんだから、うん、アルマもなーないと思うんだよな。あのタスクじゃないですか。ん、タスクは俺絶対無理です。ノーヒントじゃない？初手がね、2キルとも畑底で3キル目も畑底だったらちょっときついなって感じ、うん、え、ガミタスクいける？厳しいです。そう、なんでプテがタスクいけんだろうって思ってたけど、高ガミプテあのやりとり金庫でずっとしてる。あなんでプテタスクいけんのか。いやまだ読んだけど、まあノーヒントでなんかいるぐらいやったらっていう、いけんだ。え、いける？ガミいける感覚ある？この7人目。いや、ないです。ない。配線もダウンロードもガチャガチャもある、ね。全部あるよ、俺も。よくいけるっていうか。僕も全部あるけど、確かに、まあ、ノーヒントだからきつくないですか。まあ、俺ね、でもね、打つなら絶対オラフ君ね、ちなみに。え？残念ながら。いや、自爆しちゃいますってやめてください。いや、それでも構わない。オラフ君姉妹などでかいよ、ちなみに。そうそう。あ、僕怪しまれてるからか。めちゃくちゃ怪しい。オラフ君、かな。いやー、カメラずっと見てたの。まあまあ、あ、そうか。まあ、僕はね、正直ね、タカプテガミが、うん、スナパイさんが死んだときに、あのリアクションをインポスさえできると思わないから。
やったらっけーみたいな3人でやってたから。だから隠しのなれるでみたいな3人のやりとりが村っぽいなって思ってるから、はいはい、そこ以外だとは思ってるんだけど、じゃあ僕かトータスさんか、おまおじさんのそのアドミン。まあ、おまおじは全然あると思うよ、ちなみに。本当にずっと一人でしたからね、僕。キッチン、たん脇からの行動でしたから。まあ、オラフ君、じゃあ、一回エンジン来てもろて。ちょ、俺、タスクガチで無理だから。そのは僕もタスクからおまおじさん釣り行きますか。まあ、全然いいかなと思う。じゃあ、僕は現場もカメラも離れときます。そう、ね、カメラほとんど僕使ってるから、うん、カメラないっすよ、多分。あら。気が変わって打つのやめようかな。あえてどう？あえてどうな？わーい。ちょ、なんなんすか、この人が。いや、これね、おまおじが人外だと思うわ。ええ、え、今、勝っちゃった、勝っちゃった。俺、勝っちゃいましたよっていう。オラフ君違うと思う。オラフ君のところに向かう最中のおまおじの動きがめっちゃ人外だなと思って。で、俺別にオラフ君がインポスターで俺が死んだとしてもオラフ君釣りになるからどうでもいいから、一回保留して撃つのやめようと思って、停止して、おまおじ次、あのエンジン来てください。呼び出しっすよ、おまおじさん。ちなみに手でもほんまに勝っちゃったよね、これ誰か。まあ、はい。僕が貨物で勝ち合ってます。おまおじエンジン、ちょっとエンジン来てください。あの雰囲気の進行してマットなんだって思っちゃったよ。ああ、まあそう思われるだろうなとはちょっと思った。も一応行ったんですよ、これ。めっちゃ怖かったな。めちゃくちゃおもろ。今度は執行してくださいね、じゃあ。今度は絶対執行する。その先はちょっと考察してもらって、もしバッチバッチしたら。おまおじでは絶対執行します。今度してくださいよ、ちゃんと出航。絶対します。オラフルさすがに逃げないし。もうカメラないよ。カメラない。どうなんだ、インポスターもないと思うな。マットもない。サボだけ頑張って。いや、おまおじだってこの辺の動き変だろ、あれ。キルしてればよかったのに、おまおじさん。いた！いたよ。自爆しちゃったりして。意外とオラフ君だったのかな、耐えたのかな、あれ。騙されてた、どうしよう。こんなことある？届くんかい。届く。ネロちゃんマット悲しすぎる。しかもネロちゃんマット。そんなことあるんや。あれやいい考察でしたね。いや、おもろ。クルーやな。すごいな。呼び出し変えるんあるんや。初めて見た。やっぱこっちにします。選ばれたんだ。そう。